上半身のリンパの流れを促進するような動きとヨガのポーズを行います。ゆったりとした呼吸とともに心地よく体を動かしましょう。まずは背筋を伸ばして座ります。足は楽な幅に広げ、肩の力を緩めましょう。両肩を上げ下ろします。息を吸って吐いて下、吸って吐く。呼吸に合わせて心地よく動きます。動きを止めたら、今度は肩を後ろ、肩甲骨を寄せるようにして、そこから前へ戻します。息を吸って、吐く。肩甲骨を動かしましょう。肩を後ろに引いたら、上に上げ、前から下へと下ろします。肩回しです。痛みや違和感がなければ、できるだけ大きく回しましょう。反対回しも同じように。動きを止めます。息を吸って吐きながら頭を右に、吸って戻って吐いて左です。息を吸う、吐く、吸って吐いて、真ん中に戻したら、今度は右を向きましょう。戻って左です。胸の向きを正面にしたまま首を動かします。前に戻したら、頭を横に倒し、ゆっくりと回します。丁寧に動きましょう。反対回しも、動きを止め、ゆっくり顔を上げて、そしてもう一度背を伸ばし直します。両手をお腹に当てましょう。指を絡めて置いていただいても構わないです。このままの字を書くようにお腹を優しくさすります。ゆっくりと止めたら、お腹に手を当てたまま呼吸を丁寧に、息を吐く、吸いましょう。吐いて、吸って、吐いて。ご自分のペースでもう少し繰り返します。息を吐き終えたら、手を前から外に開いて、そして戻しましょう。息を吸って、吐いて、肩や腕に
痛みや違和感のない範囲で。繰り返します。手を下ろしたら、今度は前へ万歳の動きです。息を吸う、吐く。手のひらの向きを内側にしても構いません。動きやすい手のひらの向きで繰り返しましょう。一度動きを止めます。今度は横から上に上げて下ろす。さあ、これも痛みや違和感のない範囲です。上まで上げたくなければ無理のない大きさで繰り返してください。痛みがなければ大きく動きましょう。上で止めます。肘を曲げて、肘で前から後ろに円を描くように動いてみます。動きを止めて、一度腕を楽にしましょう。一呼吸吸って吐きます。脇を締めた状態で肘を曲げ、ここからしっかりと腕を引き寄せて戻します。指先もグーパーと一緒に動きましょう。できたら大きく下から腕を曲げ伸ばしです。動きを止めたら、また軽く肘を曲げ、手のひらを上に向けます。ここから両方の親指を内側に、そして戻します。肘から先をねじるように動かしてみましょう。肩の余分な力を緩めて動きます。手を前に伸ばして、指先を下、指先を上、手首の曲げ伸ばしです。一度腕を下ろしてください。右手を上に上げて斜めに、反対の手は斜め下です。ここで腕の付け根からぐっとねじるように、そして入れ替えましょう。交互に腕を伸ばしながらねじります。痛みのない範囲で動いてみましょう。では動きを止めます。軽くブラブラブラと手首を振ります。両手をももの上に置き、ゆったりと呼吸です。両手をお腹に当てましょう。指を絡めて置いていただいても構わないです。このままの字を書くようにお腹を優しくさすります。
ゆっくりと止めたら、お腹に手を当てたまま呼吸を丁寧に、息を吐く、吸いましょう。吐いて、吸って、吐いて。ご自分のペースでもう少し繰り返します。息を吸って吐きながら頭を右に、吸って戻って吐いて左です。息を吸う、吐く、吸って吐いて。真ん中に戻したら、今度は右を向きましょう。戻って左です。胸の向きを正面にしたまま、首を動かします。前に戻したら、頭を横に倒し、ゆっくりと回します。丁寧に動きましょう。反対回しも。動きを止め、ゆっくり顔を上げて、そしてもう一度背を伸ばし直します。肩回しです。痛みや違和感がなければできるだけ大きく回しましょう。反対回しも同じように。動きを止めます。座面の前の方に腰掛けましょう。足は肩幅よりも少し広めに開き、そのまま前に伸ばします。手は座面に添えるようにして、ももの付け根を動かします。つま先を中外中外と大きく動かしましょう。動きを止めたら、膝を立て、余裕があればさらにもう少し足幅を広く、今度は膝を中外中外です。では動きを止め、足の裏をしっかりと床につけます。右手を太ももの上に置きます。息を吸って吐きながら上体を右側に、肘をつけれる方は肘をつきましょう。このまま左手ぐるぐるっと軽く回す。反対回し。動きを止めたら、手を頭のところに置きます。胸を開いて、余裕があればその手を上に上げ、目線を上に向けれる方は上に向けて呼吸です。あと一息、吸う、吐く、手を下ろして上体を起こして、足も一度楽な幅に戻して呼吸を整えましょう。両足をもう一度大きく開きます。背を伸ばし、左手が太ももの上、軽く左側に上体を倒し、肘をつける方は肘をつきます。
このまま右腕をくるくると体の前で回してみましょう。反対回し。動きを止めたら手を頭に置き、息を吸う。吐きながら胸を開きます。手の位置を上に伸ばしたい方は伸ばして、さらに目線を上に向ける方は上に向けます。呼吸繰り返しましょう。あと一息、吸う、吐く。手を下ろして上体を起こします。足を狭く、一度背もたれに体を預け、呼吸をゆったりと繰り返しましょう。背もたれから背中を離し、背筋を伸ばして、足は腰幅程度です。右手を後ろにつき、左手を右の太ももに置き、息を吸います。吐きながらウエストをねじりましょう。ゆっくり戻って吸って、吐いてねじります。もう一度吸って吐きましょう。正面に戻ります。手を入れ替えて背を伸ばします。息を吸う、吐いてねじる。吸って吐く。吸って吐いて。ねじりをほどいて、手も楽に、肩の力も緩め、呼吸を整えて、両手を胸の前で合掌です。息を吸って手を上に、吐きながら肘を曲げ、胸を開く。吸って吐いて下ろします。吸う、吐く、吸って吐いて、最後吸う、吐く、吸って吐きましょう。ありがとうございました。